あのね、はい、俺1年を通して、うん、あの宝くじ買い続けたんですよ。全然言わなかったじゃん。お前何や、何や、衝撃の事実なんだけど。何も言ってなくない、そんなこと。そうなの、宝くじ、宝くじって言っても、うん、何ロトってやつを、はい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 、はい、毎週買い続けたの。なんで宝くじなんていうその一番なんか当たりづらいというか控除率の悪いものを、いやどうなのかなと思って、うん、今まで、うん、そのチャレンジをそんなしたことがなかったからさ、うん、なんか流れで、スピードくじみたいなあるじゃん、うん、削るやつ、うん、スクラッチくじか、はいはいはい、ああいうのはやったことあったんだけど、うん、なんかちょっといい感じの宝くじ、まあ俺が今回やったのロトだったんだけど、うん、こういうのってどんぐらいチャンスあんのかなって思って、うん、どの程度の頻度で買ったの？買ってくる？1週間に1回抽選があるのね、うん、ほう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 、はい、でだから1週間に10口か、いくら10口って、これとりあえずロトって3種類あってさ、うんうん、ロト7とロト6とミニロトってやつがあるの。あーよく聞くな、はい、そう聞いたことあるわ。これで俺はミニロトってやつをやってたのね。はいはい、で一番雑魚そうなやつだな。ねこれがあの一番上がロト7で、うん、1等が最高10億円なの。うえー夢あるね。そうでロト6が最高6億円。6億円夢あるね。そうでミニロト俺が買ったやつね、うんうん、1等最高約1000万。あーでもそれでもまあ1000万ね。いいじゃない。これでそのさ、うん、毎週あの数字を選ぶの、何桁かの、ロト7だったら1から37だったかな。1から37。そう、それを7個、ああ7個あ揃えるってことか。そう、7個揃える。そう、当たんなきゃいけないんでね、その出た数。宝くじの、宝くじじゃない、お年玉のあの年賀はがきの、うん、うん、あれと同じような感じでしょ。それは10億いくよなぐらいで、でロト6が1から43の番号の中で6個なの数字、うん、だからロト6。そうでミニロトが1から31で、5個、5個の数字が当たれば最高1000万円。へえ、じゃあこれちょっと1年通してどんなもんかやってみっぺと思って。1週に1回買ってたってこと？そう、1週に1回、10口で1口、200円。おお、2000円。え、週に1回2000円払ってたってこと？そう、週に1回2000円払ってたの。だから別にそんな、え、じゃあ安いもんではない。10万円ぐらい、まあ2で 1ヶ月、まあ4週だとして、うんうん、8で、まあ9万ちょい、10万弱か、10万弱、うん、1年通して。うわー、いや使ってるね。使ってる、それ使ってるね。お前使ってんな。 今思うと使ってるんだけど。使ってますね。そうだね。まあこれがね、うん、毎回買い方があって、うん、その自分でね、あ、じゃあこの何番何番何番って買うやり方ももちろんあるんだけど、うん、ランダムのやつを買うこともできるのよ、うんうんうん、ランダムのやつ、はい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 、もう機械が決めてくれた数字のやつを買うみたいな。なるほどなるほど。もう完全運任せみたいな、うんうん、そう、もう全部運なんだろうけど結局、うんうんうん、それをやってて、俺は別に決めるわけじゃなくて、うん、もう完全に、そのロボットっていうかコンピューターが決めた数字を10口買ってたの、うんうん、ういやこれでさ、だから10口でしょ、でだから40、うん、1ヶ月40回のチャンスか、うん、だからまあ50数回、はあ、かな、はあ、やってて、うん、あのね当たりはしたんですよ、うんうんうん、はい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 、でちょっと待ってね、メモってるから。あ、メモ。7月に、うん、7月までとりあえず1回も当たりませんでした、うん、うわマジか、かなり当たってないね、うん、で7月に1回、うんうん、当たりました。いくら？これが、うん、1100円。マジ？マジか、うん、1100円当たった。1100円、1100円。そう、
しかも当たりましたって来るのよメールが。わあ、まず当たりましたそうで来てってなって、うん、その後開いてみたらあれでしょ、そう、当たった権利が当たりましたみたいな、ロト当選金っていうのが来るの。ああ、ロト当選金、そうで1100円入ってて、ああそのぐらいの当たりましたってなったら俺だって迷惑メールでいっぱい来てるけどな。いやよくあるよね。ああそうだね、数十億当たってるとか資産あげますとか私ももらってくださいみたいなのも来るような。おめでとうございますってねあるよな。うん、いやこれが7月に当たりました、うん、で次も当たってんすよ。おお、これが9月。9月あっでももうすぐ来たね。これすぐ来たんだけど、これが800円。下がんのか。下がってるわ。基本的に当選人数が多いとその分下がってくんだよね。あ、もちろん配当っていうわけだからね、確定じゃないから。なるほどなるほど。だから仮に1等に当たったとしても、うん、この数字いっぱい買ってるってなると結構低い時もあったりするらしいの。へえ、まあそうだろうね。そうだから1000万人がだからその1等全部買ってたら1円とかそういうことになるでしょ。うん、うわ切な、なるほどな、うん、そうだからそれでまあこれどちらも一番下のやつだったんだけど、うんうん、まあこれで1100円と800円、はい、うん、でその後今日まで当たりはありません。おお、なので結果として、ま、結果として、うん、1年間、うん、ロトミニロトを買い続けて、うん、2回当選計、1900円。1900円か。だから9万、2000円ぐらい損。うん、いや損っていう言い方はちょっと、いや損っていう言い方じゃん。で、それ以外の、ね、言い方ある？損以外の言い方ある？ならちょっとじゃあもらおうかな。言い方じゃない、やっぱこれ宝くじってやっぱ夢を買ってるわけだから、ね、そしたら当たんなくてもいいわけじゃん別に。まあそうですね、うん、夢を買ってるわけだから当たんなきゃやっぱ、ね、当たんなきゃダメってことは損してるんだけど。ダメだ、お金かけてんだからさ。だから損してんのよ。お前は損してんの。いやこれさ、ね、これ銀行で予約して買えるのよ。毎週何口を買いますっていう設定ができる銀行があったりして、宝くじ銀行みたいなのがあんの？そんなの。そう、俺はだからそれを毎週1回あるから、そこで10口で数字はランダムで買います。へーっていう設定をして1年間頑張ってきたんだけど。頑張ってきた。お前何もしてないんだけど。頑張ってないんだ。基本的に何もしてないんだけど。結果だけ見せってことでしょ。いや、ね、なんなら忘れてる月もあっただろう多分、うん、いやね、それがね、この雑談の日に、うん、当選とかが来るのよ、うん、あ、そうなんだ。そうで、メールとか選んだりしてるじゃん、うんうん、だからちょっと目に入ったりすんの。うんうんうん。でも自動購入しましたと当選しましたってメールが違うから、うん、自動購入しましたって来たってことは、うん、もうその当選の番号はもう出てるのよ、うんうんうん、でそこで当選しましたってメールが来てないってことは、あ、なるほど、今週もダメだったんだっていう、当選して来てないのにもう次買ってんのかみたいな、そうなってるわけか。あ、順番が違うだろみたいな。そう、これがね毎週だから見えちゃうわけ。なるほど。だから今週もダメかってなって、じゃあ毎週ちょっとテンション下がったまま雑談やってたの？いや、あ、まあやっぱダメかっていう、別にどんなもんかなっていうので始めてるから、あ、また今週も外れちゃったっていうぐらい。逆に言うとさ、うん、その7月のと9月のどこかは、うん、ちょっと当たってる。いや、さ、ちょっとテンション高いんじゃないの？7月の1回目の当たりの時のメールが来た時、うんうん、俺マジ弾けるぐらい嬉しくて、まだ見てない、金額を見てないから。なるほどなるほど、金額は分かってないからか。そうだよね、ちょっと引き直したいなそれな。でその時確認ができなかったの、すぐいくらだっつうのがね。そうだからしばらく、いや俺どうしよう、こういうの意外と
急に当たっちゃったりするんだよなみたいな気持ちで数時間いてさ、まあそれは雑談の前だったの、昼間だったかな、だったんだけど、いやそれでさ見た時に1100円じゃん、うん、いや1100万じゃねえのかって思うよね。あれ現実をねその時は見た。まあそうね、宝くじは俺も本当に若い頃ちょこちょこって買ってたけど、お本当1回3000円とかが当たってそれ以降当たんなくて、うん、これはもうこういうもんだなってやめたの。あでも当ててんだ1回だけ当たって、当たっちゃうと逆に、うん、なんかこのぐらい当たんのかなって思っちゃうんだけど、あ、はいはいはい、あ確かに、うん、もう20代ぐらい前半ぐらいかな、もう、うん、当たんねえわと思って、そっからもうやってないな。いやだからやっぱ1年間ぐらいはやってどんぐらい当たんのかなっていう計算のもと。なるほどね、なるほどね。2回あ宝くじ買ったことないな多分。いやこれさ俺まあ別にそんなに今1年ぐらいやってりゃいいやと思ったんだけど、うん、まあ来年も続けようかなと思ってんの。お前宝くじじゃあさちょっと待って、一旦さちょっと待って、うん、宝くじじゃなくて宝くじってやっぱちょっとね、あ俺も当たんねえとは思うのよあれって、うん、うんうんうん、なんかもうちょっと多分効率のいい何かがあるから、いや、うん、まずさ、うん、前澤さんフォローして、ああれね、いいね、リツイートしてもらえないかな。あそれ今さ、うん、なんかあれじゃん、お金配りしてるじゃん。あなんかやってるみたいな、あれってまだやってんの、まだやってんの、あわからない、あれ宇宙から帰ってきちゃったらもうやんないんじゃないの。もう帰ってきてカップヌードル食べてる写真あげてたよ。あ本当、あ帰ってきてんだもう、うん、まだやってんならそっちの方が絶対もらえるでしょ。あれは絶対もらえる。ほらコメントでお母さんはそれで5000円当たってすげえ。あ500円あと、みんなリツイートしてんな。俺何かのタイミングでリツイートしたけどな、今回のじゃないけど今回のやつは、うんうん、今回のやつはねリツイートとかじゃないんだよね。あそうなの。なんかアプリを入れて多分前澤さんが新しいなんか寄付ができるようなアプリを、まあうん、サービスを始めたんだかなんだかの多分キャンペーンの一環ではあるんだろうけど、それってさもらうためになんかあれなのかな、うん、500円丸々もらえるわけじゃないのかな。あどうなんだろう、ね、なんかあれなんだよね、電子マネーでもらえるんだよね確か。あ現金じゃないのか。うん、だからもしそれならそのままそのアプリでおそらく、寄付どっかに寄付をできたりとかって、多分だからそういう動線をちゃんとやってるから宣伝としては多分最高。すごいねそれは。やっぱまあさすがに頭いいなっていう感じはあるけど。そうなんだろう。それをだからそのお金のやり取りの中でなんか利益を生むようなシステムになってるんじゃないのかな。違うのかな。いやまあまあまあ多分あるんだろうけど。分からんけど。そっか。でもそういうのとか、うん、なんか。まあ宝くじ確かに楽なんだろうけど、もうちょっとなんかこういろんなのがありそうじゃない。いやでも俺は逆に、うん、今年は俺一人でやったけど、うん、来年は3人でやりたいと思ってる。いやーあーやんないわ。やんないな。それであのあれ年末に発表しようよ。どれだけマイナス、そうそう、どれだけマイナスだったかっていう話、うん、年末じゃないとダメ。多分当たった時に言われると俺ほんと悔しくて悔しくて仕方なくなっちゃうから。だって4月とかになんかすごい3万円当たったよとか言われたら俺もう多分違う時に嘘ついちゃうかもしれない。違う時に嘘ついちゃう。俺も実は当たった時に嘘ついちゃうかもしれないから。しょうもな。いやこれぜひちょっと2人だったらもうちょっとなんか違った形で勝負する方がいいような気がするな。何？なんか宝くじじゃなくてもさ、いろいろあるわけじゃん。ヒカキンさんもなんかやってたよ。iPhone。あ、そうなんだ。iPhone13 抽選で当たるよってやつ。あ、なんか、うん、へえ。やってたね。なるほどね。うん。まあ確かに競馬とかもね、いいだろうし。競馬か。うん。そっちの方が競馬なんて今ちょっとさもうブームなわけじゃん。割とブームだよね。去年から今年にかけて。馬娘とかもあったりしてね。それもあって。で競馬の話してる人もいっぱいいるからさ。いるね、うん、確かに。まあ競馬、競艇、競輪いっぱいあるわけじゃん。ギャンブルって。
競馬、うん、競馬ちょっと怖い、怖さがあるんだよな。宝くじは怖くないの？競馬怖い？競馬はちょっと怖い。怖俺はお前がもう1年やるって言った時ちょっと怖さを感じたけどな。こいつ何考えてよ。だからさ、もうさ、もういいわけじゃん。そ、10万失ってるってのはもういいわけじゃん、ペーサーにとっては。そうなんだよ、どうでもいいわけじゃん。当たる金を使っていつか当たるそのバックがあるかもしれないで、もう入り込んでるわけじゃん、そっちに。そっちの興奮で。そうなんだよ。根っからのガチャ脳なんだよ。だからもう、って言わないで。10万円を買って吸ってるっていう人間誰一人いないからね。いや、吸ってるよ。ちょっとそれは失礼だな。吸ってるね。ちょっとそれは失礼だ。驚いたわ今。その気持ちでなってる人は驚いた。本当？うん。吸ってないのかな、じゃあ。当てるために買ってると思うからさ、誰もが。吸ってんだよ。あ、そうだよ。当てるために。逆にだから吸ってない感覚だとの方が怖いかな。そうだよ、そうだよ。何のためにじゃあ買ってんだろうっていう風になる。ああ、まあまあそうだね。やっぱ当てる、当たれって思って、そのお金で豊かになりたいとか、なんかやりたいことがあるとかで買うわけじゃん。まあまあまあそうだね、お金が欲しいから。そう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 、うん、それで吸ってないってなるちゃうと怖い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 ってなるよ。もうそれはご自由にだよね、うん、だから逆に。いや、吸ってるか、20口でも30口でもまあ買えば良いけど、ちょっとこ怖いかな、逆に怖いかな。怖い、いやでもちょっと挑戦してほしいな。あ、なんか当たったかどうかっていうのがさ、うん、なんかこの的を打ってくるわけじゃでも ないわけでしょ、ペイさんの今のやり方だと。的に向かって一個ずつ矢を放ってさ、ダン、うん、ダン、当たる当たる当たないとかじゃないわけじゃん。いやでもなんかやってるっぽいのよ、うん、どっかでやってんだ。そう、そうなの。何曜日かの何時に、うん、そういうやっぱ抽選のその発表会みたいのがやってるっぽいの、 YouTube とかで。うん、か特設サイト、そのまあその宝くじのサイトかなんかで、なんかやってるっぽいんだよね、それを中継で。ロトストリームみたいな。ロトリーム、ロトリームやってる。ロトリーム、ロトリームやってる、ロトリームやってる。ライブ中継があるでしょ、そこにもスパチャした方がなんか当たるかもしれないっつって。うわ、いや、そうだ。お願いします。汚ねーなー。そう、2000円ずつやってさ。やべえな、やべえ世界だな、うん、なるほどね。まあ、でも俺がやってるミニロトに関してはないのかもしれないね。そのロト7かな。やっぱ競馬とかでもそうなんだけど、その買った馬がどうなっててどうなったのかっていう、そのなんか過程もまた楽しいみたいな部分がちょっとあるような気がするんだよね。まあ確かにね。そうそう、あ、これ行くの行かないのとか、そういうのこうハラハラしてダメだったみたいな。うん、しかもなんか推しの本当馬が出てきた時めっちゃ多分面白くなるんだろうなとは思うな。応援するみたいな。この馬応援したいってなった時多分めっちゃ面白くなるんだと思う。うんうん、それがその週に1回メールが届くだけっていうのがさ、その機械感がなんかめちゃくちゃ怖いよ。やばいよな。気がついたら外れてるっていう。何のストーリーもないさ。それやだよ。みたいなのが一番ちょっと怖いかなと。怖いよ。いやもうでもそんぐらいの感覚、まあ軽めの感じ。もうちょっとだからなんだろう、ちょっとした小説がついてくるみたいなさ。はい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 、これからなんか得るために俺は男女へ潜るぞ、ダメだった、外れですみたいな。そういうのがちょっとでもあるなら、まあまだ楽しめるけど。ないないない、外れた時は何も一切ない。一番きついのよそれが。うん、新しいの買いましたってメールが来るだけ。でもな、面白いことやってたんだな。なんだなんだ、そんなことやってたんだ、知らんかったわ。1年通してやったんすよ。だから今日この日のため。でもまたあと1回あるわけでしょ。あと1回ある、今年は。うん、あるある、まだあるまだある。あ、だからまだ分かんないわけだよね。まだだから分かんないよ。今日のはじゃあもう外れてるってこと。今日までのはマイナス9万いくら吸ってるんだけど。あ、吸ってる、吸ってるじゃん。吸ってるじゃないよ。え、吸ってないの。ちょっと今メール確認するから待って。あ、いや、ひょっとしたらだから当たってるかもしれない。当たってねえって。何、え、今のか、今日のやつか、今日のやつか。うん、あ、まだ来てないかな。あ、まだ来てないってこと。もしかしたらあるかもしれない。来てないときはメール来ない。来てないじゃないかな。来てないんだからメール来ねえのよ。あ、まだ来てない。来てないんだ。来てないんだ。じゃあ残念。まだ来てない。来週、うん、まだもう一回だから、これからはさ、もう言えるわけじゃん、うん、こうやって。まあそうだね。うん、
じゃあもうあれどうする、もし来年もやるんだったらペイさんが、うん、もう毎週1分ぐらいそのコーナーにする。あーいいいいね。今週はダメでしたダメでしたみたいなの一言もらってからにするって。あ、じゃあ挨拶の時に入れる。挨拶の時に入れるの。はい、ドンピシャです。うん、今年は外れ、あ、じゃない、 今週はいや、どうさんやんないよ、当たりませんでした。え、俺ペイさんだけ、ペイさんだけ。いや違う、俺だからはい、ドンピシャですから始まるでしょ。はいはいはい、はい、その後俺がはい、ペちゃんこですってなるじゃん。こんにちは、それですって。うん、そう、その時にだから、今週は外れました、ペちゃんこです。うわ、それぐらいなら。なるほどね、もう挨拶でわかるね。最後に聞きたいから、でもな。そうだね、終わる時に。なんかメールがこちらですうんぬん言った後、外れましたさよならみたいな。ああってなるよな。最後の最後が外れてるみたいな。いいね。まあまあまあ、それも一応候補に入れて、ちょっと候補に入れてね。そうだね。まあ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 、まだでもちょっと、まあ来年、とりあえず来週ちょっと期待しようよ。そうだね、来週は。うん、いや年に最後の来るかもしれないよ、一発逆転。そうだね、一発逆転1000万来るかもしれない。いや、そりゃすごいよ、ね、うん、いや全然だってゼロじゃないんだ、毎回だって可能性ゼロじゃないからね。うん、いや、そりゃそうなのよ、うん、そうだね、うん、そうだね、それはそうだ、うん、だからみんなそれにかけて、みんな吸ってる、失ってく、みんな吸ってる。違う、いるから。毎週だって、うん、あれだよ、ガッツポーズしてる人間がいるんだよ。そういう広告じゃないの、大丈夫。そういう広告が出てるわけじゃないの。で、ああ本当なんだみたいなさ。うん、違う。ダメだよ、ダメなやつだもう。いや、ペイさんさ、さっきコメントにもあったけどさ、うん、俺がギャンブルにはまりそうだったら止めてくれって言ってたらしいよ。そう、そう、なんかしょっちゅう言ってた気がするよ。いや、そうそうそう、だから俺その競馬とか、うん、さ、あの、宝くじもギャンブルだけどね。ギャンブルだね。違うな、夢とか言ってるけど、そう、うん、お前夢とか言ってたけど、夢のかけらだよね、本当に。宝くじに関しては競馬の時もそう言うよ、うん、なんかみんな夢のかけらだみたいな、うん、パチンコスロットでも結構言うんじゃない。そうだよ、言う、あ、うん、当たんなくてもいいみたいなことまで、うん、言ってる人とか、パチンコ自体が好きなんだみたいなね。そうそうそう、 あれが面白いんだよみたいな、うん、じゃあゲーセンだけやみたいな話でしょ、うん、って俺あれかい、今年は1年、うん、ギャンブルしてたってこと。今年1年ギャンブル漬けだった。ギャンブル漬けってことだよ。うん、信じられねえ。いや、お前そのうちロト6とかなるぞ。いや、わかる。いやさすがにで、うん、10口だからダメなんですよみたいな、そう、なんかなるぞ。あの宝ロト量産パックから言われて、ロト量産パックが勝ち方みたいなので、鉄道さ、来るぞ、10口は内緒にしてたんだけど、6月までは5口だったのよ、うん、増えてんじゃん、倍プッシュしてんじゃん、増えてんじゃんか、お前半年で倍プッシュしてんじゃん。それは今内緒にしとこうと思ったんだけど、増えてんだよ、やばっ。半年5口でやってたら一切当たんなくて、うん、お前ちょっと、で倍に増やしたら1ヶ月後に1000円当たってるんだ。まずい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 。7月に当たっちゃったからさ、じゃあさ、その考えでいくと、そうだね、2倍2倍にすればもう20口にした方がいいじゃん。そしたら来年はだからもしかしたら20口かもしれない。終わっちまった、それは終わりの始まりだ、それはもうダメ。あ、なるほどね、うん、だからやっぱここいらで、まあ、止めといて、うん、だよね、ちょっと、まあとりあえず今年いっぱいまではやって、そこから一旦ちょっと考えた方がいいと思うけど、うん、まあでも試みとして最後にこうね、話せたので、まあ10万チャラだなっていうところ。まあそうだね、うん、じゃあ今の話が10万円の10万円今や10万円分の話だったのか、来たね。いや面白かった、そうか、そういう意味では、うん、じゃあ来年の抱負も決まったな、そしたら。そうだな、あ、決まったね、20口当てる、生き続ける、うんね、20口で、あの、宝くじ当てるっていう抱負にするやん。そうだな、宝くじ当てるっていう抱負ができちまったよ、うん、そうだね、いや、よかったわ。その抱負すげえよな。その抱負やばい人の抱負だな。そうだね、神社とか行くかもしんない。当たるっていう朝のね、あのさ、うん、宝くじの俺売り場でさ、いつもちょっとこれ何なんだろうって気になってたのがさ、うん、何回目になんか当選出ましたみたいな、
あるね、宝くじ売り場あるじゃん、うん、あでみんななんか、なんかみんながそうなのか分かんないけど、うん、あれで並ぶ人とかもいんのかな、ここで出たんならきっと出るわみたいな、いるんじゃない。いやでもうちの父ちゃんが、うん、最近はもうあれなんだけど年末ジャンボ宝くじ、はい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 、あれだけちょっと買う人だったの、うんうん、いるよね、母ちゃんとかもやってた気がするな、うん、いるいるいる。それに関しては、ま、結構前、うん、はなんか新宿で当たるところがあるみたいなのが有名なところが確かあったと思うんだけど、うんうん、そこに友達と行って、うん、毎年その年末に、はいはいはい、買ってちょっとイベントになってるわけです、そこに行ってね。で正月なんか確かあれだね、正月明けの一発目かなんか新聞かなんか行って、ああ乗る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 、そう、それで全て外れてたね。いやでも楽しいやつだ、ちょっとそれ、そうそう、まあ、そういうのがきっかけでこう人と会うとかだったらね、また違うあれになってるから、うん、まあまあいいのかなとも思うけど、ね、でもなんかやっぱり有名どころってやっぱそうやってさ、何等当たりますとか、うん、そうやって書くことによっていっぱい人が来るからその確率も上がるらしいね。分母が増えるから、まあ、なるほど、当選者も多いってことか、 それで、うん、当たる確率が、じゃあまあそりゃそうだかってことで、うん、そこまでペイさんは分かっているのに、そうだないやだからこの日のためにってことだね。なるほどなるほどなるほど。そう、楽しんだ。ああびっくりしたな。ってこと。そうだね。うん、まさか。まさかだったね。そうだね、ガチャガチャとか好きなんだろうなとは思ってたけど。うんうんうん、うん。ペイさんって。そうだね。うん、ガチャガチャ。いやガチャガチャもそうだし、うん、いわゆるなんだこうスマホゲームとかガチャとかも、まあちょこちょこやってるっていうイメージがあったから。うん。うん、なそういうの好きなんだろうなと思ったけど、ね、あ宝くじでも OK なんだと思った、うん、ギャンブル、うん、もうなんか演出とかいらない人間になっちゃったんだと思ってそうだねびっくりしちゃった。そうだね、メールでピコーンって言うだけだからね、うん、この演出って言ったら演出いらなくてもいいんだったらもう何でもいいんだなって、うん、普通にギャンブルやってたわ笑っちゃった。そうだね、そうだね、普通にギャンブルやってたんだなと思って1年間しかも静かに1年言わずにギャンブルしてたわ、うん、しかも購入枚数をちょっと嘘つき、そうだね、うん、途中まで内緒にしようとし、面白すぎんだよな、うん、全部言っちゃったな、買いで行こうって決めた時が面白いの、ちょっと面白い結構悩んだんだけどね。なるほどね、うん、まあそんなことをね、今年はちょっと やらせていただきましたよ。いやこれはもうペイさんね、これは今後の成長に期待しましょうよ。いや本当そうですね。いや本当ね、これが入り口だと思うから、こっから俺はどんどん、うん、2人今まではさ貯金が趣味だったけど、うん、そう、それをもう切り崩して変わったねどんどんいってほしい、うん、あでも本当そこに関しては変わってない。あ貯金、うん、うん、そこに関しては全然変わってない、変わってないよ、変わってない変わってない。今だから今本当にちょっとしたそのダムからちょっとだけ水がこぼれてるの、こぼれダムの壁からちょっとだけ ね、うん、気づいてなかったな、ここがそのこぼれそのスタートだから気づいてないがやばいんだよな。そうそうそう、気づいてない、うん、気づいた時にはもうバン決壊してる。そうだね、全部だわ。いや来年来年また変わってんだろうな、楽しみ、ちょっと楽しみだね、ちょっと楽しみだわ、ペイさんのどんだけ人が落ちていくんだろうみたいな、15口とかになってたら15口とかちょっと、いやそれだけはやだわ、ちょっと面白いな、ちょっとずつ、ちょっとそれだけはやだな、もうもしやる、うん、まあやるにもまし、ね、そう購入数は振り返すね、楽しみたいと思います。 いいですね。世界最強豚ゴリラ33、はい、のぞめちゃこさん、てたさこんばんは。こんばんは。私の伝説の一日は宝くじです。お、プライベートも交流のある仕事の取引先の方からもらった宝くじ、普段は買うこともないし当たるとも全く思ってなかった、ふと思い出して確認したら、なんとそれが100万円の当選でした。ほう、100万円、100万円、うん、さすがにめちゃくちゃテンション上がりましたが、一生分の運使ったんじゃないかとちょっと不安になってしまいました。ああ、もらった宝くじなので、うん、相手の方と折半することに。お、あ、なるほどね、ちゃんとされてるんだ、えらいね、お金は天下の回り物、自分のためだけに使うのもと考え、
母が買いたがっていた冷蔵庫や洗濯機などに当てたり、会社の人たちと食事に行ったりしてほぼ使いました、うん、もう二度と当たることもないし、やはり夢を買うより現実派なのでいい夢見たいなと思い出になりました。へえ、いやそれなかなかないだろうな、ね、100万円も当たることある、ね、100万もさ、うん、急に折半したって50万とかでしょ、うん、本当はびっくりするね。そうね、いや折半できるのが偉いわ ね俺静かにしてるかも。いやわやりそう本当に、ね、あそれで思い出したけど、うん、ペイさん、うん、どうなってん。あ何がまだ買ってんの。いや買ってないよ。あさすがにもうやめたんだ。もうやめたんだ、うん、なるほどね、うん、あの時だけのなんかこうチャレンジ。そりゃそうよ、ジャンボチャレンジってこと。うん、なんか嘘くせえな。去年のチャレンジよ。なんか嘘くせえ返事だったな、ね、今な。当たってそうな。当たってそう。あ、これ当たってねえから、ね、当たってねえから、ね。当たってねえから言ってねえってこと。言ってねえんだ、ね、当たったら言えそうだもん。そうだね。無駄にしてるとかまたなんかガツガツ言われるから。そうだね。そんなことないでしょ。そういうことか。そんなことない。じゃあ当たったら教えてな。そうだね、折半な。いややってねえから、なんで折半しなきゃいけねえんだよ。この人も折半してただろ、うん、待ってるわ。ならえよ、報告待ってるわ。もらってもね、絶対言わねえわ、もしやってて当たったとしても。なるほど、うん、あの去年みんな覚えてるか分かんないんだけど、俺ミニロットやってたの覚えてる。ああ言ってたね、掛け事。うん、あれね今年もやってたんだけど。ああやっぱり、やっぱりあのままずっとやってて、うん、なんかやってないみたいな雰囲気出てたけどね。そうだね。あ、そうだけど、まあ、うん、まあまるまるやったんだけど。うんうんうん。今年もまあ言って1月から1月が、うん、1月ね多分ね急に当たったりして、うん、なんだかんだ1000円当たってんだよね1月。おお。それは、ね、当たってるのはいいんだけど、そのどのぐらいかけて1000円なの？そこ欲しいっていう。8000円。おうおう。1回2000円で1ヶ月。あ、なるほど。1ヶ月、うん、まあ週4だとして、うん、8000円か。8000円。1ヶ月8000円。そうで1000円当たって、うん、で2月3月は800円ずつかな。おお。まあ、で4月が爆発したのよ。おお。3000円当たってます。おお。それ同じく8000円かけてるんだ。あ、もちろんもちろんもちろん。当たってるというかなんていうか。そうそう。でまあトータルで今年トータルで当たったのが、うん、12,400円当たってます。おお。結構当たったんですよ。8,000×12 は96,000円かけてる。かけてんだ。96,000円かけてる。あのね、月にね5回ある日が結構あった。だからもっとかけてるわ。10万以上かけてるわ。おこの人計算今の、ね、今現在、うんうんうん、今現在あと2週ぐらいあるけど、うん、そうだね現在、うん、10万円ぴったり支払ってます。10万円支払って12,000円12,400円、ね、おやってるから、まあまあまあこの87,600円のマイナスだ今のとこね。まだあと2回あるから、うん、ここでバッて取る可能性もあるし、うんうん、そうだね、可能性1万そうだね8万ぐらいになるかな、うん、まあ、いいね、それがだから一番最終のあれかなメモな、ね、これをずっと毎回あやった当たったっつってちょこちょこっとメモして。いいね、札束でやってるね。札束でやってるよ、ね、ドンさんがだからディズニーシーに持ってった金額俺はミニロトにミニロトで行ってたんだね。そう、しかもドンさんは全然使ってないんだけど、うん、ペイさんはないなくなってる。あれ勝手に勝手に行かれてるから俺気づいたらなくなってんのよ。そうなんだな、俺持ち帰ってるからな、うん、そのまま。そうなの、ドンさんはちゃんと持ち帰れてるんだけど、うん、そうだね、ペイさんはだから ほぼないそう、うん、どこに行ってんのか分かんないぐらいだからねこの金額。そう、まあ夢なのかなそれもまたね。そうですね。だからまあ、まあ、ある意味ね来年こそは痛いかな。そうかそうか。俺あれかい、今年は1年ギャンブルしてたってこと、うん、今年1年ギャンブル漬けだった。ギャンブル漬けってことだよ。うん、信じられねえ。いやお前そのうちロト6とかなるぞ。いや分かる。いや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 